今日はですね、16歳の娘の自慰行為を父親が見てしまった。どう対応したらいいのかについてお話をします。これはですね、実際に会ったこと、ご相談いただいたことからいくつかお話をします。そのお父さんはシングルファザーさんです。娘さんとの関係は非常に良好で、一緒にご飯とかもよく食べに行っているそうです。 この G コイ見てしまった場面なんですけれど、娘さんの部屋、ノックをせずにガチャッと開けてしまったそうです。どこかご飯にでも行こうか、どこか行こうかといういつも通りのノリでガチャッと開けてしまったそうです。そうしたところ、娘さんが G コイをしている姿があった。 もうそのお父さんはですね、もう慌ててごめんと言って扉を閉めたそうです。その後、娘さんは部屋から出てこず、翌日ですね、朝部屋から出てきて日常生活にまた戻っていったようです。しかし、しかしですね、その ことについては、自意行為を見てしまったということについては、やはり皆さんも同じだと思います。喋れないですよね。喋れないです。そこで、どう対応したらいいんだろうということで、私を見つけてくださったというところになります。まずですね、このご相談してくださったお父さんの対応は素晴らしいと思います。 何がどう素晴らしいかというとですね、ガチャッと開けてしまって、見てしまった、その時にごめんと言ってすぐに閉めたことなんです。もしですよ、そこで何してんだって言ってみてください。これまでの関係性崩れますよ。子供から不信感しかありません。なのでそこは怒らずごめんと言って、 まあ、驚いてとっさんにとった行動かもしれませんが、素晴らしい対応だったと思います。そしてですね、娘さんは、おそらく、非常に傷ついていたり、非常にもやもやしたり、苦しんでいるんじゃないかと、そのお父さんは思ったようです。なので、娘さんのトラウマになったり、傷つけたり、ね、ずっとこう不安がっている、 そういうところをぜひなくしたい。そのためにどういうふうなアプローチが必要でしょうかっていうのはご質問でした。いろいろですね。まずはですね。部屋をガチャッと開けてしまったことを謝罪しましょう。おそらくお父さんと娘さんの関係がすごく良好だったので、慎重にならなくてもお互いの部屋を行き来したり、 またはですね、食事をしたりっていうのはあったと思います。しかしもう思春期になりましたので、お互いの部屋はきちんと自分のプライベートな空間ということで、コンコンとノックをして、返事があったら入るというようなルール作り、これをですね、作るいいきっかけにもなると思いました。なので、開口一番。 お父さんに言ってほしいなと思ったことが、この前のこと、部屋をノックせずに開けてしまって、ごめん、と謝ってほしいということを伝えました。二つ目はですね、自由行為をしていることを怒ったり、非難してはいけないということです。 娘さん、まあ子供たちはですね、そういう自由恋をしていることに罪悪感を基本的には持ってます。こんなことをしているなんてとか、こんな姿親に見られちゃって、いやらしいと思ってるんじゃないか、けがらわしいと思ってるんじゃないか、おかしいやつと思ってるんじゃないか。子供たちはですね、そう考えてます。 なので一番心配なのは、親に嫌われた。親に私は嫌われたんだ。親にこんな姿見られて、もうがっかりしている。幻滅された。こういうふうに考えていますので、自由恋をすることは悪いことではない。これをですね、大切な大切なメッセージとして伝えてほしいです。 そうしないとですよ、娘さんは親に対して勘ぐるようになりますし、何か隠すようになります。これまで良好な関係だったということは、いろんな相談もオープンにですね、こういろいろお父さんと娘ですけど、きちんとお話をされていたような印象がありました。その関係性がですね、 ジー行為なんてするもんじゃない。してはいけない。何をしてんだ。と言った途端に、ピキ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 パリンとなくなります。簡単にですよ。そうなっていただきたくなかったので、ジー行為はしてはいけないことではないと。しかも、娘さんは自分の部屋という人から見られないところできちんとしていたので、 娘さんの方がルールを守れていました。そういったところも娘さんにはっきりと伝えてほしいなと思いました。そしてですね、こういう自己意の話って基本的に親から子供にはしません。なぜかというと、親も教わってないですし、恥ずかしさですし、さらにですよ、このご相談者さんは、娘さんという異性に関してですので、 ハードルがですよ。おそらく5倍、10倍あったと思います。しかし、話すのであれば徹底的に話した方がいいです。こういう機会、週に1回設けてるとか、ね、半月に1回設けてる家なんて <laughs> 聞いたことありませんし、多分ないです。なので、え娘さんに 今後、まあ、性行為をすることがあった時には、きちんと否認をするとか、ね、性感染症があるとか、ねえー、相手がどういう人か、ね、してもいい相手なのか、まあ、こういうところ、踏み込んだところまでですね、話がですね、実際に及ぶといいなと思っていました。そのご相談者さんは、すごくですね、冷や汗かいたと思いますし、心拍数100超えてたんじゃないかなって思いますが、 いろいろそういう大切な話もきちんと伝えることができたそうです。この娘さんの表情もですよ。徐々に、こう、緊張の、こうね、こわばっている感じから、まあ、大笑いとほぐれるまではいかないですけれど、多分、こう、緊張しているものから少しずつほぐれて、質問などもあったようです。 そして、そのご質問者さんの印象としては、やはり16歳の女の子、体はですよ、どん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 大人になっているけれども、知識としては非常に少ない、不足しているなという印象だったようです。なのでですよ、同じ15、6歳近くの娘さんを持っているお父さん方、 いろいろ知っていると思うかもしれませんが、不十分だそうです。しかもそれがですよ、正しいかどうかなんてわかりません。それぐらい、思春期の女の子たちは知っているようで、上辺だけかもしれません。本当に大切なところを知らないかもしれません。なかなか話す機会がない、またはですよ、 こんな性教育なんてするの、ハードル高いと思いますが、このご質問者様は、娘さんが今後、そういう性的なことで辛くなったり苦しんだり、知らなかったことで被る被害、こういうものをかなり払拭できたと思います。娘さんをですね、守りたいと思うのであれば、男性方、 もう崖から飛び降りる気持ちでですよ。話すというのも必要かもしれません。このご質問者さんは、非常に非常に、もうドキドキしながら話をしたけれども、こう、娘さんから質問もあって、いろいろな話ができたので、まあ、良かったかな、ということで一言いただきました。そうしてですよ、本来だったら、 こんなことを相談したくないじゃないですか。言いたくないじゃないですか。けれど、私にこう、質問してくださって、相談してくださって、YouTube で、この一人親の娘さんを持っているシングルファーザーさんたちに、ぜひ届けばということで、お話をすることを、えー、OK くださいました。 本当にありがとうございます。すべてのね、内容はお話はしていませんが、まあ、16歳の娘さんが部屋で自行恋をしていた。それをたまたま見てしまった。そして娘さんが傷つかないように、トラウマにならないように、お父さんがどうにかしたいということで、頑張って娘さんと話をした。 そこで伝えていただきたかったことが、勝手に部屋を開けたことを謝罪する。そして自行為をしてはいけないことではないことを伝える。そして、意外と知らない性に関すること、体のこと、異性のこと、否認のことなどなど、これらを伝えたということをお話をさせていただきました。 まあ親子関係がかなり深まったようですし、娘さんを多分守れていると思います。まあ伝え方とかですね、言い方、文章の前後変えるだけでも、娘さんに届くのは断然変わってきます。ぜひ、このご質問者様のように、娘さんと話す機会を設けるというのも非常に私をおすすめでございます。